これから岡山にね、岡山に広瀬君に会いに、はい、コーヒーの打ち合わせをしてくれる、ドッキリだか。なんか言いなさい。これいいでしょ、ね、これ京都で買ったんでしょ、はい、ね、カメラからは。ワテマタオ。どうしたんですか。突然、突然どうしたんですか。お飲みになるところを取ろうと。なるほど、言ってもらえば飲むんです。美味しいですね。私の好きななんかエチオピアのねナチュラルで作った水出しアイスコーヒー、美味しいですね。これもあの奥さんね、たまに思い切ったようにねこう始めるっていうのがなんか怪しすぎてね。なんかいやなんかこれなんかいい香りするもんね。発酵バターを使ってまして、今スローフラット。すごい俺の。すごい匂い。うん。香ばしい。
うん、絶対この人とか。もうちょっと待ってください。大丈夫です。あ、そうなんですか。この人だからね。一番そこは自家製のリンゴのジャムが。ジャムがまたあって。その上に紅茶のジュレがありまして、フルーツ水がちょっと入ってます。その上にヨーグルトとクリームチーズを使ったソースの上にカリカリのクロッカンと、あとちょっと塩気の効いたクランブルがついてございます。あとオレンジのグラニテのシャーベットと、あとこのミルクティーのアイスクリーム。おいしい、待ってよ。そして上はのごまのチーズでございます。すっごいおいしいですね。印象に残るわね。それは何？チョコで浸し合うの？このチョコが溶けるらしいですよ。じゃあ早くかけないと。お前溶けない。はい、熱い。うん、だから熱い熱い時にセンターにこうさ。うわー。ヨーグルトとチーズのクリームなんです。これもやっぱチーズ。本当に発明ですね。パフェのきつさがない。これによって、俺もなんかそのさっきの紅茶のパフェもらおうかな。早いのか、紅茶でしょ。石野さん、ごめんなさい。こっちのパフェがもう何？パフェがもうないの？俺は随分だね。あんなに盛り上げてる。コーヒーに興味ないから堪能しますよ、さっきからね。僕のやつはなかったんですけど、さっき終わったらしいんですよ。かぼちゃのバージョン頼んだんですけど、さっきで終わりましたけど、見てなかったんですよね。いや、それはね、パフェもやっぱ喜んでますよ、あなたに対して。ね、ここ奥さんのご一行でいいですよね。朝からいろいろ行けましたが美味しかったです。本当に美味しかった。どういう動画なんですか？俺食ってないのに本当に美味しかったって言ってさ、今日一日の感想を伺おうかなって。あなたが食べた。そうですね。あなたはもう充実してあれですよね。大満足です。よろしくございました。はい、ね、またあの高島屋のあそこのパーラーにね行きたいですよ、うん、私だってパフェ食べたいです、ねね、じゃあそういうことで、うん、お疲れ様でした。ありがとうございました。皆さんまた会いましょう。終了。